始まります。なかなか聞けないよ。はい、皆さんしっかり耳傾けてください。ではお願いします。ありがとうございます。なかなか聞けすごいな。すごいバイブレやね。本当になかなか聞けないよ。モテるわ。モテます。あの、僕あんまりライブしないです。このギターは、あの、この後やる、あの、主催者の勝さん。勝さんのギターです。昨日買ったところで、昨日届いたところらしいんですよ、このギター。これで今日楽しみにね、言ってたけど、僕はあの、こんなん言うたら今怒られるのか知らんけど、勝さんが最初にこのギター、筆下ろしします。ごめんやね、勝さん。疲れて
生活の柄が知らない人もいると思うんで、先に言っときます。歌い出したのは最近です。それまでずっとギターを弾いておったんですけど、歌がいいですよね。野球で言う例えたらようわからへんねんけど、歌を歌う人って4番ピッチャーとかいう感じやね。なんかね、ほんま嫌顔でも中心におるよね。でも全然歌う気はなかったんですけど、ご存知の方がいてたらありが嬉しいんですけど、石田治っていうギタリストがいたんですけど、もう死んじゃいました。で、僕は好きやったんですけどね、友達やったし。で、7、8年前かな、亡くなる前に、なんか突然ね、どっかのライブで会って、タコ、俺タコって言うんですけど、タコ、ええか、ギタリストはギターばっかり弾いてたってあかんねんで、歌わなあかん、歌うんや、なんかえらい怒られるんかね、勝ち入れられて、歌えとか言われてね、何言うとんねん、思ったけど、その時は思ったけど、死んでからなんか、そういうことかっていうのがね、よくわかりました。そんな感じで歌を歌ってます。ちょっと付き合ってくださいね。アイスクリーム、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 アイスクリーム。
も言うんですけど、俺風邪すぐ悪いでしょ。あのアイスクリームね、甘い あのアイスクリームって言ってます。アイスクリーム、アイスクリーム、あんまり長く追っているとお行儀が悪くなる。ありがとうございます。子供もおんねんけど、夜の歌を歌います。人だと離れた田んぼ道、キラキラ夜景の見えるほか、二つの影が絡み合う。
なら。はい、では皆さん、なかなか聞けないタコさんの演奏、しっとりと聞いていただきました。ありがとうございました。カツさんの新品のギター、不動卸しらしいんですけれども、また引き続きこれからかっちゃんと仲間たちで、最後フィナーレになります。皆さん、踊りたい人は踊ってください。最後思いっきり盛り上げて、第38回奈良フォーク村チャリティーコンサートを終えたいと思います。勝さん、奈良フォーク村チャリティーコンサートの、村長として、もう今日 もう日の出とともにここにやってきて、いろいろな準備をしてくれました。今日はあのハチコーヒーさんも美味しいコーヒーや美味しいかき氷をたくさん振る舞ってくださいましたね。普通のね、あの金額よりね安くしていただきまして、私これからかき氷食べるから、まだ店じまいしないでね。